R3 型の使い方です。綺麗ですね、本当に。こちらで開きます。フィルム普通に16枚取り終わった状態ですと、このように三角は出て空回りの状態になります。でこちらにスプール移動させて、こちらに新しいフィルム入れるわけですけども、ここを押し込んで入れる感じですね。入るとこれが普通に回ります。でこちらスプールの穴に合わせて入れます。これ何回も使ったフィルムなのでうまく入りませんが、普通ならもうちょっと綺麗に入ると思います。こうですね、巻いていきます。でこの点とこの点ですね、ここがスタートマークになります。スタートマークに合わせましたら、蓋を閉めて、こうですね、このレバーをして回しますと、自動的に1で止まります。あちらここを押すと開きます。で基本的にチャージして、ここはシャッターですね、シャッターになります。チャージしてシャッター、何回でもシャッターは切れてしまいますので注意してください。こちらですね、シャッター取り終わ、シャッター切ったらこれをこのレバーですね。このレバーでロック解除して巻きます。そうすると次止まります。この繰り返しになりますね。もちろんシャッターは別に撮らないと写真は写ります。巻いたらチャージしてシャッター。で、二重撮り防止ないので何回でもシャッターは切れます。こちらはロックがついてます。このようにどんどん回すわけですね。で距離計はレンズと距離計が連動してますので、ファインダーで見てピント合わせればいいと思います。16枚ですね、取りますと先ほどのこの赤の三角のところになります。ここまで来たらまたある程度回しますと、フィルムが抜けた感触ですね、軽くなりますので、そうしますとこちらに巻き込みになってます。これは上に押して抜きます。そしたらこちらのスプールをこちらへ移動すると。結構硬いですね。昔のとフィルムの大きさが違うんですかね。ただ、これ押し込んで入れる感じになります。これでいいですね。閉めるときはここです。開けるときはここですね。パンパンやってるとあまり良くないので、丁寧に開けた方がいいと思います。あとですね、このヘリコイドが出た状態だと、閉まりません。あとここの連動も時々この状態でガチャガチャやってると外れますので、これですね。無限にしてやれば問題なく閉まります。本当綺麗な蛇腹カメラでした。